6月1日水曜日の山陽新聞ニュースです。岡山を代表する観光地、高楽園や県の花、桃をデザインした岡山県のオリジナル婚姻届の提供が1日始まりました。新型コロナウイルス感染拡大で出会いの機会が減り、婚姻の件数が低下する中、結婚に意識を向けてもらおうと、 結婚情報誌、ゼクシーを発行するリクルートとコラボレーションして作りました。リクルートが運営するサイト、町キュンゴ当地婚姻届からダウンロードできます。岡山市の幸楽園で1日、梅の実の収穫作業が始まりました。去年は新型コロナウイルスの影響で収穫時に休園しており、観光客らが2年ぶりに 初夏の風物詩を楽しみました。園内にあるおよそ1500平方メートルの梅林では、白かがや、大クなど21品種、合わせて102本を栽培しています。初日は造園業者8人が、直径3センチから4センチほどに膨らんだ、みずみずしい梅の実を、一つ一つ丁寧に手で摘みました。月定例岡山県議会は日、開会し、 新型コロナウイルス対策を柱とする4億9500万円の今年度一般会計補正予算案など10議案を一括上提しました。茨城龍太知事は提案理由の説明で新型コロナによる重症化リスクの高い高齢者の命を守ると述べ感染対策を高齢者に重点化する方針を示しました。続いて天気予報です。 6月2日、岡山県南部は晴れでしょう。最低気温は14度、最高気温は29度でしょう。岡山県北部は晴れ、夕方から夜の初め頃、曇りでしょう。最低気温は11度、最高気温は29度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%、岡山県北部午前0%。 午後10%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。